バードウォッチングは初夏に沖縄へ渡ってくる野鳥などを観察し、鳥の生態について知ってもらおうと開かれたもので、県内各地から10人が参加しました。県野鳥研究会の竹原健二さんが講師を務め、くちばしの形や色、鳴き声の特徴などから野鳥を見分ける方法を解説し、参加者は繁殖を迎えた野鳥たちのさえずれに耳を傾け、双眼鏡や望遠鏡でその姿を確認していました。イソヒヨドリが空中で餌を取った、あれはもうすごい感動でした。楽しいです、はい、鳴き声がすごく綺麗ですし、鳥のそのままの生の声が聞こえてすごく癒されます。この日は日本で一番小さいキツツキ、リュウキュウコゲラをはじめ、水辺の鳥、バンなど10種類の野鳥を観察し、参加者たちはバードウォッチングを満喫した様子でした。